セントラルドグマの流れ DNA ポリメラーゼによって複製された DNA は RNA ポリメラーゼによって転写されて RNA が合成され転写された RNA はリボソームに結合して翻訳されタンパク質が合成されるセントラルドグマとは遺伝情報は DNA メッセンジャー RNA タンパク質の順に伝達されるという分子生物学の概念である フランシス・クリックが1958年に提唱した。この概念は最近から人まで原核生物、真核生物の両方に共通する基本原理だとされた。中心競技、中心命題、中心ドグマとも。セントラルとは、中心、ドグマとは宗教における競技のことであり、セントラルドグマは分子生物学の中心原理、または、 生物学の中心競技と呼ばれることがある。セントラルドグマの過程は次の通りである。まず、RNA ポリメラーゼ2の働きにより、DNA の遺伝情報はメッセンジャー RNA に転写される。次に、メッセンジャー RNA が核膜の穴を通って核から細胞質に出ると、細胞質中のリボソームに結合する。リボソームにおいては、アミノ酸を運んできたトレナが、 メッセンジャー RNA の3つずつの塩基配列に対応して結合し、運ばれてきたアミノ酸がつながって、ペプチドを作る。RNA からタンパク質を作ることを翻訳と呼ぶ。この DNA からタンパク質ができる流れの概念がセントラルドグマである。通常遺伝情報は、このように DNA からタンパク質に一方的に伝達され、発現するのであるが、例外がある。 RNA を遺伝子としているウイルスの一部は、宿主細胞内で RNA を DNA に変換するセントラルドグマの逆反応を行う。その後に、セントラルドグマに従って DNA から RNA の転写を経て、タンパク質へ翻訳され、ウイルスが作成される。生物の遺伝情報は、ゲノム DNA に保存されている。 生物の基本単位である細胞が同じ遺伝情報を持った2つの細胞に分裂するためには細胞が分裂する前に親細胞と同じ遺伝情報をもう一揃え合成する必要がある。この遺伝情報の複製は DNA 複製によって行われる。また、親から子への遺伝も DNA 複製によって行われるが有性生殖を行う生物は減数分裂によって 染色体の選択が行われた、接合子が接合することで両親の遺伝情報の半分ずつを受け継ぐ。複製は極めて高い精度で行われるが、それでも10から9程度の割合で合成ミスが起こる。また紫外線や化学物質によって DNA が傷つき、突然変異が生じることもある。ありがとうございます。